いやー、ちょっと。どうしたんだよ、なべ。すごかったよ。え？今週はすごかったよ。今週すごかったね。だってさ、うん、なんと言っても、流行語大賞。流行語大賞出たらしいね。俺さ、ニュースチラッと見たんだけどさ、いまいち何がノミネートされたか把握してないんだよ、ね。お前ダメだな。うん、俺、ジジに関して俺相当強いから。お前、ジジジジだもんな。ジジジジな。それを言うなら。ジジジみたいになって、あ、流行語やっぱ詳しいから。俺正直大賞はこれじゃねえかなってもうあんだよな。あるんだ。うん。ちなみに今回、もうノミネートされたの何がだ、例えば。いろいろあるよ。何？ポンピンジャムの下心。ポンピンジャムの下心。うん、流行ったね。流行ったよ、あとはなんか政治系でなんか出なかったっけ、政治系ね。うん。ゲレンデの波乗り。ゲレンデの波乗りね。ああ。あの大臣があんなこと言うなんてね。言わないよ。言わなかったね。ダメだよ。びっくりしたよ。あの方針はびっくりしたね。今年はゲレンデの波乗り。乗りポンポン決定したよ。でも芸人さんのギャグも流行ってね。流行ったよね。ビームだ。流行ったね。いろいろなんとかビームとか、チクビームとか。なんでやりやすかったもんね。おかえりビームみたいなね。でもビーム。すげえ、だからなかった。流行ったねー。でも、その中で俺の1位。大賞、もうこれだろうって。何がなるの？うん。スリッパ卓球。ソイソースの東京大苦戦。メール募集ですか？メール募集しております、はい、今回ちょっと違う感じ の、はい、あのメール募集をしたいと思います。何ですか何ですか、はい、今回のメールテーマは、はい、じゃ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 じフリーです。フリーじゃねえかよお前。フリーです。いいよ。早速メールの方が届いております。早いですね。やっぱ人気だね。人気で止まったいね。もう俺らのラジオは聞くよそりゃ。はい。特にあの50歳以降の高齢者から、おじいちゃんおばあちゃんがね。そう、やっぱ2人とも可愛いもんね。可愛いからね。孫感ある。孫やっぱり、そういうことで。いや、ちょっともうメール内容読んだ。俺のターンだよここ。おう、やめてよ。今回のメール。はい。ニックネームニックネームじゃないでしょ。ラジオネーム、はい、五行封印さんから来ました。ありがとうございます。五行封印さん、ありがとうございます。いつもありがとうございます。ナルトのね、オロチマルのね、オロチマルのね、五行封印したんでしょうかということで、はい、五行封印さんからです。はい、ソイソースのお二人こんばんは。こんばんは。私はさることだから昨日、はい、病気になってしまいました。病気になってしまった。どうも、体が最近調子が良くないみたいで、ね、ソイソースの二人は体が弱いとか、何かここなんか体が、ね、最近良くないとか、はい、そういうの教えてください、はい、ということだったんですけれども、うわー、なんかありますかね。ラジオなんて聞いとる場合か。寝た方がいいんだから絶対に。そう、やっぱそういう、例えば病室かなんかでさ、うん、俺らのラジオで元気もらってるかもしれないんだよ。だからこういうところで俺たちが頑張んなきゃいけないんだよ。うわー、完全全言撤回、頑張れー。体調悪いことですか。いろいろありますよ。ちょっと言って最近の。もうね、体がね、言うこと聞かないんですよ。体が言うこと聞かなくて、はい、まだ、だって27でしょ。27歳、うん、もう動けません。何かあったんですか。もう動けません。何かあったの。少し歩けば肩が痛くなる。え、物運んだら頭が痛くなる。せめてその部位が痛くなれってんだよ。少し歩いたら肩痛くなって。なんでなんでだ。2回言うな。2回もう嫌ですよ。舞台上で滑るために、これまたもっと頭痛くなって、もっと頭痛くなって、耳痛くなって、
喉が痛くなる。で、重いもの持てば、重いもの持てば、こんどこだっけ、重いもの持てば頭が痛くなって、滑っては頭が痛くなって、少し走れば肩が痛くなって、本当に大変ですよ。3回目だ、3回目同じ話です。ナベさんはどうですか？いやもう大変ですよ、最近。すね毛が伸びて伸びてね。すね毛が伸びて、こっから俺さ、うん、だって、東京タワーって333メートルあるって言うんだけど。よく言いますよね。俺のすね毛を334メートル。1メートル長いんじゃないかっていうお話でございました。どうも、ありがとうございました。落語みたいな終わり方ですね。うん。ごめんな、なんか違うよな。なんか、何がだ、柄にもねえことしちまったよ、ね。本当だよ、お前。お前のラップ&ソウルはどこ行っちまったんだよ。降りちまった。降りたくない、降りたくない、降りたくないよ。俺みたいになるなよ。降りたくない、俺は。降りたら、降りたら、一回降りたら、もう降りなきゃいけねえか。そりゃ降りるのは楽だよな。降りたくねえよ、俺は。登るの難しいだから、一回降りたらもう登るのが難しいだから、もう無理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 だよ、これ、はい、いやもういいところなのに、えまだ曲も流してないのに、あ曲、あごめんなさい、曲も流してないのにもうお別れの時間ですよ、はい、あごめんなさい、じゃあ最後この曲を流して終わりにしましょう。そうですね、はい、じゃあ皆さん今日もたくさん聴いていただいてありがとうございました、ありがとうございました、はい、それではいきましょう、グリーンで奇跡どうぞ。明日今日よりも好きになれない、ドゥビドゥビ、女の子が可愛くてしょうがないと、夏は暑すぎて冬は寒い、気分の中で困る、落語を見てでも体疲れる、備長炭で温まる俺の心、家族の話についていけない、俺はまだまだ強くなれると信じている。いい歌だね。いい歌だよ。いい歌だね。こっからサビでいいとこだったのに。いい歌だね。最高でしたね。で、メールをいただいた工業風員さん、これで元気になれたかな？どうかな？それではまた来週。以上、ソイソースの東京大苦戦でした。バイバーイ。